はい、では続きを始めていきたいと思います。ナメック星人の村は全部行ったので次何やるかはまだ分かってないですが、まあ、とりあえず緑のやつが4人いると Z 戦士よりも多いというこの状態、どうしたらいいのかという宇宙船を置いてある方向に向かっている強い気を感じる。ブルマンが危ない。ベジータかい。ザーボンかい。ってことは戦うのか。いきなり始まったけど。あ、ん？なに？なに？なになに？わかったよ。宇宙船の方向が分かんないんだよ。宇宙船の方向が分かんないんだな。じゃあとりあえずちょっとしばらく探すと思うんで、まあ軽くレベル上げしながらそこの方向に行こうと思います。ちょっと場所分かんなくなっちゃったんで一旦、カットします。はい、ブルマのいる宇宙船だと思うんですよ、あれが。いや、変に迷ったな、場所わかんなくて。迷ったおかげで、ちょっと、レベルがね、結構上がっちゃったんで。いや、エンカウント高いし、迷うしでね、結構上がっちゃったと思うんですけど、もうどうしようもないんで、行きましょう。多分なんか出てくると思うんで。かザーボンだと思うんだよな。ドドリアの方が先か。わかんない。ゲーム版なんでわかんないです。ああ、ピンクの。ピンクのあいつか。いきなり撃ってくるの？何それ？話が違う。は？何それ、壊したよあいつ。ちょっと待って、何それ、知らない。話が違う。ちょっと待って、なんだこいつは。ブルマ死んじゃった。こんなストーリーだったっけ？聞いたことないんだけど。だって宇宙船壊したら帰れなくなるみたいな一応設定じゃないですか。レベル上げすぎたかな。あんまり弱いって感じない。相手が強いっていう感覚がないな。太陽圏効かないんだったら、なんで太陽圏あるの。あー、やばい。やっぱり2回攻撃してくるのか。やばい。うお、食らったな。食らったけどレベル上げてて助かったな。電で回復してくんないかな。ちょっと一旦待機。魔先行からの追撃。食らってくれるな。魔先行からの追撃。ダメか。クリリンは属性アップ。弱い。あ、強いか。このピンク強いか、もしかして。大丈夫か。やばい。
あでも問題ないんだよな、 HP が高いからなのか、別に怖いという感覚がない。ちょっとじっちゃん使う、カードが弱いんでじっちゃん使ってちょっと消化しましょう。それより宇宙船壊れたのが話が違う。だってアニメ版だと庭の陰に隠れたみたいな感じでなかったっけ。なんか家っぽくさ、ブルマが普通に暮らしてて、ブリーフ博士と電話してたの、シーンは覚えてるけど、電波届くのっていうか、いろいろそういうところでちょっと違和感を覚えた記憶があるんだけどな。ちょっとな、なんで？ほら、ちょっとこの先の続きが気になってしょうがないです。この話の展開が分かんないから。聞きたいな。聞かないんでしょ、多分。いやー、聞かないんだったら何で太陽系あるんだろう。クリリンも危ないか。クリリンも危ないな。仮面仙人。ちょっとクリリンもね、連続で攻撃されたら危ないか。必殺技のカードが欲しいけど、このカードでいけるかな。まあ先行。ちょっとテンさん危ないんで。2人で頑張ってもらう。いや、ご飯も危ないよこれ。相手のカードが気になるんだよね。で、2枚耐性で来るから。避けられた。避けられた。反撃。いいたいな。反撃。ああ。クリリンと同じカードなの。カードパクる？パクってくるとかある？じゃあこっちが必殺技のカードじゃなかったら大丈夫かもしれないってことなのかな。わかんないぞこれは。どういうことだ。うわー、そうでもない。ご飯だけだけ大丈夫か。150ぐらい。94、大丈夫。ちょっとご飯だけで頑張ってもらおうかな。いや、なんかもう一発必殺技くる。ずるくないっすかそれ。いや、こっちも3人だからずるいと言えないんだな。ドトリアのエネルギー砲、力汚いもん出しても抜けた。よし、ご飯だったらまだ大丈夫か。でも HP 回復があんまないんだよな。あんま使いたくないんだよな。タリン様とか神様とかシェノンとか
いいものしかないから、ちょっと使いたくないな。どうしようかな。もう一回じっちゃん使おうかな。じっちゃんがちょっとカードでね、人付けカードで言うとクリリンじゃないの、ウーロンと同じ感じでカード入れ替えられるんで、あ、倒しちゃうかなこれ。星人の方々はちょっと弱いから、まあ刺激はあんまり意味ないから、いいよ普通にしててくれていいよ。まあ防御値上がってるカード使えばなんとかなるかな、2人ぐらいだったら、ね、よし、これでとどめ、こっちがやられる、やめてくれ、150ぐらいで勘弁して。うわ危ない、危ない。大丈夫かな。いけ、ご飯よ。頑張れご飯。よし倒した、ナイスご飯。3000シェンロンだ。よし、はい、あーびっくりした。よかった、ブルマ生きてた。あ、上から来た。それよりも宇宙船を壊されてどうするのよ。もう帰れないわ。大丈夫だよ。大丈夫。あれ、宇宙船って壊されたんだっけ？いや、覚えてないんだよな、この辺の話は。まあ別に壊れたもんね、いいんですけど。悟空が後追いでナメック星にということは、激震フリーザでいう、重力100倍で簡単にレベルマックスになっちゃう的なやつかな。ってことは、まあ、このゲームでも16装置で修行をするっていうことなんでしょうね。それがまた始まるのか、どのくらいまでやれるのか、やったらバグるのか、ちょっといろいろ怖いところはあるんですけど、元気玉使えないのか。とりあえずドドリア倒したみたいなんで、今回はここで終了にします。次は修行か。悟空だけかな、海王様のところにいるピッコロも修行するのかな。ちょっとね、本編とはちょっと違うものもあるかもしれないんで、ちょっとわかんないですけど。はい。ということで、ここまでバグってたりするのかな、どうなんだろう。まあ、いろいろお楽しみにしながら、初見プレイ、どんなことが起きるのか、わからないままここまで来ております。ということで、ご視聴ありがとうございました。